さて、時刻は5時9分を回っています。ここからはカメラマン、萩原和之さんに電話がつながっています。萩原さん。はいはい。どうもよろしくお願いします。どうもどうもよろしくお願いします。いやー、こちらなんか。賑やかいとこにいいんですよ。え賑やかいとこにいいんですよ、今。ちょっと賑やかい感じはしましたけれども。はい。東京です、ね、今は、原宿にいます。あ、いいところいるじゃないですか。ちょっと打ち合わせでね、はい、こっちへ来たんですけどもね。はいはい。まあ、人が多い多い。ちなみに僕、原宿って1回ぐらいしか行ったことないんですよね。今ね、原宿、JR の原宿駅を、出て、表参道の、食事のとこに降りて。はい。はい。で、そばに、いわゆる明治神宮が、はいはい。あるところですね。はい。なるほど、なるほど。うんうんうん。はい。東京天気はどうなんですか、今日は。今日はね、すごく良くて、はい、雲は多かったですけどね。で、うんうん、ものすごい暑いんですよ。あー、なるほど。うん。こっちも結構暑かったです。はい。暑かったですか？はい。もう、もう季節なんか関係なくですね、うん、半ズボンに、はい。着いちゃっております。本当ですね。季節感ないですね。うん。だけど、結構多いですよ。もう、本当ですか？今日は困ったっていう人多いんじゃないでしょうかね。あー、なるほど、なるほど。うん。だけどなんかすごい周りが何でか分かんないけど、賑やかいんですよ。これがまた。まあね、平日だっていうのに。いや、いいじゃないですか。なんかそういう賑やかいところも意外に僕は好きですけれどもね。俺も今ね、うん、あんまし賑やかいんで、はい、代々木公園の中に入ろうと。はいはい。代々木公園に向かって歩いてるところでございます。ですけど、この時間になるとですね、うん、まあ、カップルが多くてね。はいはい。なるほど、うん。それがちょっとね、なるほど。はいはい、気になりますがね。うん、まあ、そんなところで今、代々木公園の、はい、原宿の口のところでやってまいりました。はい。はい。まあ、ちなみに、もうね、やっぱ一応9月も終わり、10月に入って、まあ、いわゆる秋本番じゃないですか。まあ、その中で、やっぱり代々木公園なんかも、代々木の森あたりなんかも少しずつ秋っていうのが感じられるようになってきたんじゃないですか？あ、なってますね。はい、木々はね、確実に色づいていて、はい。うん。で、なんか、秋らしい、こう、空気が、うん、まあ、流れてますよ。はい、はい。うん、草花なんかもそうですよね。うん、あ、秋の花、コスモスとか咲いたりとか。はい。で、うん、なんか、それっぽい演出がされてますよ。まあね、暑さはまだ暑いかもしれないですけど、やっぱ季節はちょっとずつ、ちょっとずつ動いてるんだなっていう気がしますよね。しますね。すいませんね、うん、なんか、民族。はい。うん、なんだっけ。舞踊じゃない、なんか踊ってらっしゃる方が。そばにいて、そこを通ってますので、ちょっとシャンカ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 言ってるかもしれませんね。おー、全然いいですよ、いいですよ、はい。はい、はい。まあ、そんなことでですね、うん、今日は萩原はですね、はい。今日はじゃないや、先日ね、久しぶりにね、うん、営業ってものに行ってたんですよ。営業？カメラマンも営業するんですよ。はい、当たり前ですけど。そうなんですね。うん。うん。ほら、やっぱり一人でされてるので、やっぱり一人でいろんなところに、じゃあ、企業回ったりみたいな感じなんですか？個人回ったりみたいな。そう。で、今回は、はい、まあ、紹介いただいて、うん、某編集部、雑誌のですね、はいはい、某編集部へ、行ってたんですよ。おー。はい。で、まあ、いわゆる、ブックと言われてるんですね、うん、まあ、ポートフォーリオとか言うんですが、はい、作品をこう入れて、はい、で、見ていただくわけですよ。うんうん。まあ、初めての人にね、見ていただくっていうのはね、はい、もう今になっても緊張しますね。ああ、そうですか。でも、萩原さんとかさ、ね、いろんな、ほら、ね、写真雑誌とかでも、もちろんね、出されてるから、そういう意味では、なんか、結構、そのバックグラウンドが、ね、強いイメージがあるんですけどね。いや、それでも、まあ、一応人の紹介で言ってるんで、うん、どんなことやってんだろうなとかっていうのは、はい、多少先に調べられてると思うんですよ。なるほど、なるほど。向こうがね、うんうん。はい。それでもやっぱりこう、会ってみて、うん、まあ、例えば店舗であったりとか、はい。あとはその、足のテイストに合ってるかなとか、はい。まあそういったことを見るんでしょうけども、うんうん。ああ、やっぱり嫌ですよ。で、勝手にね、仕事が売れっこ、舞い込んでくると思ってる方が多いんですね。ああ、うん。お仕事が。はい。どんな人間っていうかカメラマンでも絶対に営業してますからね。いわゆる大御所って言われるような人たちもですか？そう、そうです。篠山なにがしさんだって営業してます。
そうなんですか。もうなんか、ほっといても来るんじゃないですか。あ、違います、違います、違いますよ。うん、規模は違いますけども、はい、例えばこういう企画やるんだけど、あるんだけど、どうですかと。あ、なるほど。例えば自分がこういうのやりたいやっていうのを、はい、持っていくってことですね。そうそうそう、うん。持っていって、うん。で、こんなことしたいんだけどっていうのは、やっぱり営業ですから。なるほど、なるほど。そっかそっか。うん。うん、全く同じ、規模は違いと同じことを言ってやってるので、うん。まあ、皆様方の誤解を一つ、来たいなと。はい。寝てれば勝手に来るもんじゃないですから。まあまあ、でも確かにそうですよね。今そんな時代じゃないですからね。うん。まあ、ね、僕のことなんか知るわけないですからね。カメラマンって星の数ほどいますから、うん、からやっぱそのカメラマンの一人として知っていただくためには、はい、コツコツとした営業が必要なわけですよ。僕も営業しようかなあ、もうね、した方がいいよ。した方がいいですか。あのね、うん、営業なくして仕事はないですよ。まあまあまあ、確かにね。はい。なんていうのかな、ましてやこう、こっちっていうのは、うん、どん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 新しい人出てくるじゃないですか。はいはい。それなんで、それに向けても、まあ、プレッシャーをかけてもね、僕がプレッシャーを自分でかけるっていう意味もありますけども、うん、はいはい。やっぱこう、経験に基づくものもあるので、うん、ですから、ほら、こういうところが売りですよみたいなこととか、あ、そういうのできますよっていうことを、はい、うん、まあ、アピールしてる。なるほどね。うんうん。うん、で、まあ、実態を言っちゃうとあれなんですけども、はい、なんていうかな、パラ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 って見られちゃうときですよ。作品も。パラ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 って。はいはい、で、それって、うん、もう本当に、会って5分、名刺交換して、ね。はい。さすがに今はもうないですけども、うん、なんかそれってね、全人格を否定されてるような感じでね、嫌でしたよ。ああ、ブックを見ないとかっていう人もいましたからね。あ、そうなんですね。うん、会うだけあって、紹介だった、うん、それは紹介だった、あ、紹介してもらったのか、会うだけあって、でもういきなりうち難しいんですよね、みたいな感じで。紹介してもらった人でもそういうところ、時ってあるんですか？あります、あります。だから、とりあえず会ってやるよっていう感じで、はいはい。会ってはくれるんですよ。うん。ですけども、その先はまた別の話なんで、顔立てで会ってはやったよっていう感じ、特にまあの編集長クラスになると余計にそんな感じではありますね。うんうん。うん。ただ、できる人ほどそんな失礼なことしませんよ。はい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 。うんうん。それであと、宮内さんもよくよくご存知かと思うんですけども、じゃあ機会がありましたらぜひという、それは絶対言わせないようにしてますって。なるほど、うん。機会はくださいっていう。機会をくださいってはっきり言って言いますけどね。うん、はいはい。まあ、そんなことをね、してちょっと心を痛めていたわけです。うん、まあ、今日じゃないですけどね、それね。はい。はい、そうなんだ。まあ、一つ一つ写真を見ながらですね、うん、自分の、こう、あ、こんなの撮ってきたなっていう確認にもなるし、はい、それから、あ、ここのとこワンパターンになってるなとか、うん、つけたい。似たような絵になってるなとか、はい、そういったこうなんていうかな、自分をこう反省させる材料にもなるので、はい、まあ、定期的にやった方がいいなとは自分でも思う。なるほどね。うん、これ緊張感ね、はい、そっか、はい、僕もちょっと緊張感持って今後ね、いろんな部分で動いていかないといけない部分あるのかなとかって感じますけれどもね。本当ね、はい、本当に失礼なんだけど、うん、本当に失礼なんだけど、うん、この静岡のカメラマンって人がどうやって営業してるのか聞きたい。ああ、はい。うんうんうん。一般的なこういうのはあるんでしょうけど、うんうん、まあ、もちろん僕も一般的なことやってますが、うん、静岡ってどういうふうに営業してるのかぜひお聞かせ願いたいです。あとか教えてください。静岡で仕事取ろうと思いませんので大丈夫です。静岡ではこうですよっていうことを聞きたいというだけですね。ねえ、本当になんかさらっとちょっとね、うん、面白いコメントをしてくれるから、本当に。ちょっと問題発言かも。これ以上言わないけど。はい。大丈夫です、はい。うちの番組だったら大丈夫です、はい、全く。はい。あ、よかったです。はい。まあでもこれからね、秋本番になっていくっていうところで、いろんなこう写真を撮りたいっていう方なんかも多いと思うし、まあ今ね、萩原さんなんかも、ちょっとこうね、いいところ歩いてるじゃないですか。うん、季節感を感じるような場所。
ね、まあ、静岡もこれからほら、さっきちょっとね、あの大道芸人のアマル君が出てくれたんですけど、もうあと1ヶ月したら大道芸ですからね、はい、いろんな写真が撮れるんですよ。あ、そうだね。うん、あの、来月だってよね、確かね。はい。もうそんな時期なんだね。そうなんですよね。そう、あのね、はい、今、目の前でね、小学生か幼稚園の方が、はい、あ、小学生だろうな、運動会の練習をしてます。ほー。まあ、今、運動会シーズンなんでね。はい、そうですね。うん。あの、お子さんを取られる方は、今、やっぱ皆さん、動画が多いですね。まあまあ、そうですね。うん、動画ずっと動かしっぱなしっていう方が多いんで、はい、まあ、こうやって動画撮っていただきたいなと。うん。けど、撮っても撮りっぱなしにしないでほしいなと。うん。うん。ぜひ編集するなり、はい、けど、やっぱね、ちょっと話変わってるんですけど、先日うちの、せがれの写真をちょっと家内といじくってたんですよ。はいはい。ただやっぱね、アルバムにまとめた方がいいですよ。あー、なるほどね。もうこれ完全に撮りっぱなしになってるんですよ。うんうん。で、やっぱ豆に、もうこれも何度も同じネタ言ってるんですけど、うん、本当豆にプリントしないと、うん、まとめられません。うん。写真が。だから、はい、撮ったらぜひね、プリントしてもらいたいなと思いますね。ですよね、うん、だから今インターネットでね、簡単に発注できるんですよね、はいはい、大手だったら、うん、そういうところでちょいちょいってやってきたり、あと店先でプリントできたりなんかもするんで、そうですよね、うん、そう、そんなことでね、1枚でも2枚でもいいからしとくと、はい、本当になんかこう、なんとか、その時々の思い出をね、うん、見返すというか見直すっていうのかな、うん、思い出すそのきっかけになるので、はい、うん、ぜひてもらいたいなと思いますよ。そうですよ、ちょっとしたことでね、データがパンって飛んじゃったりっていうこともありますので、気をつけていただきたいなと。前回言ってましたよね。そうですよ、本当に、うん、そう、本当にね、データじゃ見ないですよ、うん、うん、やっぱ写真にして、特にそのブック見たくすると、はい、今インターネットでもこうブック写真集みたいなブックにもできますし、はい、簡単に手元に残るようになってますから、うんうん、ぜひそれを活用されてですね、はい、そうですね、うん、やってみたらいいかなと思います。心は身に染みました、最近。うん、僕も本当に身に染みました。うん、今、やっぱり、ちょっとドキドキするもん、もう写真がちょっと溜まったら、うおっと、これちょっと、どっかにキープしとかないといけないぞとか、うん、もうなくなったら、やっぱちょっと泣きそうになりますもんね。そう。うん、データ消えたら終わりですから。はい。はい。で、新製品等々も、うん、ね、そろそろいろんなところで発表があるので、はいはい、ボーナス時期に向けて、おー、そうですよね、またこう、うん、いろいろ書き立てるものがあるので、うん、萩原もちょっと貯金しとかなきゃいけないなと思ってるんですけども、うん、うん、ね、買ったで、取るはいいんだけど、取りっぱなしにね、なさらないでほしいなと思いますよ。うん、まあ、そうですね。まあ、萩原さんにもね、また新しい、このカメラいいよっていうような話を、また聞かせてもらえればと思うし。あ、次回は、うん、次回持ってきます、なんか。あ、本当ですか。それ、言っちゃうとまずいのかもしれないけど、うん、じゃなんか萩原出んのかよっていう、そういうニュアンスになっちゃうとまずいんであれですが。あ、はいはい。なんか持ってってですね、そちらでお話ししたいなと思います。わかりました。ちょっと楽しみにしてますので。はい、あ、今ね、すっごい雨雲が。こっちね、夕方から雨なんですよ。あ、そうなんですね。うん、で、今ね、こう、迫るように真っ暗になってきました。うん、こっちもね、だいぶ暗くなってきて、今なんだろう、この青葉の通りなので、はい、ビルがね、たくさんの鳥が青葉通りの多分木に休みに戻ってきてる、なんか大群が今戻ってきてる、そんなのがちょっと見えてますね。あ、皆様の憤慨に気をつけてくださいね。そうですね。来ましたね。はい、気をつけていただければなと、はい、思います。はい。はい、ということで、ね、雨降るかもしれないので気をつけてくださいね。うん、はい、もうこのまま一旦戻って、はい、今日は筆マットで書きます。はい、わかりました。はい、ということで、ね、原稿も書かなきゃです、うん、あ、そうだそうだ、なんかツイッター見ても大変そうな感じがすごい伺えたので、まさに今月刊誌の校了寸前なので、はい、はい、頑張ってやりますわ、仕事を、はい、頑張ってください。はい、はい、ということで、カメラマンの萩原和之さんのフォト魂のコーナーでした。どうもありがとうございました。